こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。見てください、大きなオオスズメバチが日本ミツバチの巣箱を襲っています。オオスズメバチは世界最大のスズメバチです。ミツバチの巣を襲って幼虫やサナギ、蜂蜜をすべて奪ってしまうんです。オオスズメバチの大きさは日本ミツバチの 4、5 倍はあります。これだけ体格差があればオオスズメバチが一方的に日本ミツバチを殺戮してしまうのではないかと思うかもしれませんが、実はそうではないんです。今回はオオスズメバチがどのようにして日本ミツバチを襲うのかを紹介したいと思います。それではスタート。はい、まずオオスズメバチは昆虫を主食としています。秋が深まってきて昆虫が減り始めるとオオスズメバチの餌が不足するんです。そこでオオスズメバチは日本ミツバチの巣を襲うようになります。しかも集団で攻撃するんです。まず偵察のオオスズメバチが日本ミツバチの巣を見つけるとフェロモンで仲間を呼びます。そして近くを通りがかった仲間がどんどん合流してきます。ミツバチが花の場所を仲間に教えるときは巣に戻ってミツバチダンスというダンスを踊って仲間に花の位置を伝えるんですが、オオスズメバチはそうではないんです。オオスズメバチはオニヤンマやオオカマキリなどと並んで世界最強の昆虫です。昆虫界最強の存在ですが、賢さも兼ね備えているんです。ニホンミツバチを襲うときは弱い群れを優先して狙っていくんです。ちょっとずる賢い気もしますね。同じ場所に複数のニホンミツバチの群れがあると蜂の数が少なくて元気がなさそうな群れが狙われるんです。こっちの群れにはオオスズメバチが襲いに来ているけど、隣の群れにはオオスズメバチが全く来ていないなんてこともよくあります。元気がある群れに偵察のオオスズメバチが近づいてもすぐに離れていくことが多いです。ニホンミツバチをよく襲いにやってくるスズメバチの中に黄色スズメバチというスズメバチがいますが、黄色スズメバチは巣箱の周りを飛び回って何十分もかけながらやっと一匹のミツバチを捕まえていきます。ですがオオスズメバチはニホンミツバチの巣箱にあっさり着陸して歩き回って侵入できるような隙間を探します。ミツバチの出入り口が大きければそこから堂々と入っていきますし、隙間や穴があればそこから入っていきます。入れる場所がなくてもオオスズメバチは諦めません。強力な顎で噛んで入り口を広げて入ろうとするんです。薄い板や合板などの柔らかい板を使っていると何日も噛み続けて侵入される恐れがあります。このため週末予報の巣箱は巣の入り口が鉄製になっています。これならさすがのオオスズメバチも入ることはできません。はい、ニホンミツバチはオオスズメバチが襲いにやってくると巣箱の中に籠城してやり過ごします。こちらの群れも1匹もニホンミツバチが出入りしていませんが、中でしっかり籠城していると思います。ちょっと覗いてみましょう。はい、今ちょうどオオスズメバチが1匹もいない状態なのでその間に覗いてしまいます。はい、それでは iPhone を入れます。はい、たくさんのミツバチが中で元気にしていましたね。こちらの群れはすでに蜂蜜をいただいたので巣は4段までしかありませんが、蜂蜜はおそらく10キロ分ぐらいはあると思います。越冬するには十分な量ですね。オオスズメバチが襲いに来ていて、ニホンミツバチが1匹も出入りしていなくてもこのように中で籠城して元気にしているんです。オオスズメバチがいなくなったらまた出てきて蜜や花粉を集めに行くと思います。オオスズメバチが巣の深いところまで入ってくるとニホンミツバチは一斉に飛びかかって数百匹のミツバチがボール状になります。これを熱殺蜂球と言います。中の温度は46度から47度にもなり、オオスズメバチは暑さに耐えきれず死んでしまいます。最近の研究で熱殺蜂球に参加したニホンミツバチは死なないものの寿命が縮むことが分かっているそうです。
ただ巣箱にオオスズメバチが自由に入れる入り口があって、一度にたくさんのオオスズメバチがやってきた場合はもうどうすることもできません。そうなるとニホンミツバチは最後まで戦わずに巣を放棄して逃げ出してしまいます。しかし秋に逃げ出したニホンミツバチに冬までに残された時間はわずかです。終末予報が活動しているこの京都府の北部では越冬に必要な十分な蜂蜜を貯めることはできず、ほとんどが春までは生きられないと思います。実際に2020年に終末予報の外放巣がオオスズメバチにやられてしまいました。ニホンミツバチは巣を放棄し、オオスズメバチがサナギや幼虫を運び出していました。ミツバチの巣には数千もの幼虫やサナギ、蜂蜜もあります。オオスズメバチは何日もかけてそれらを運び出します。この時オオスズメバチは確保した餌場を外敵から守ろうとするんです。オオスズメバチが占領した餌場に近づくと攻撃される可能性があるので十分に注意しましょう。終末予報の巣箱のように巣門が鉄でできていて入ることも広げることもできない場合は、オオスズメバチはそのうち諦めて来なくなります。オオスズメバチは秋にはとても大きな巣を作っていて大量の餌を必要とします。この時期には新しい女王蜂も育てています。しかし秋が深まるにつれて餌となる昆虫が減っていきます。オオスズメバチは餌が不足すると幼虫を別の幼虫に与えて口減らしをするんです。切羽詰まった状態でリスクを犯してミツバチの巣を襲いに来るんです。オオスズメバチは他のスズメバチの巣を襲うこともあります。オオスズメバチは大変賢い昆虫です。可能性がないと分かると諦めてそのうち来なくなります。はい、週末予報ではオオスズメバチが襲いに来ていても巣箱に近づいて撮影をしていますが、決して真似はしないでください。ミツバチを襲うオオスズメバチが人間に興味を持つことはありませんが、占領した餌場を守るために外敵を攻撃することがあります。もしニホンミツバチの巣がやられてしまってオオスズメバチに占領されると何日もかけて幼虫やサナギ、蜂蜜などを運び出します。その時に近づくと攻撃されてしまう可能性があるんです。終末予報では巣箱にオオスズメバチが侵入できない構造になっていますし、近づく前に占領されていないか確認しています。ニホンミツバチの巣箱に近づく時には十分に注意しましょう。はい、今回はオオスズメバチがどのようにニホンミツバチを襲撃するか紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは趣味でニホンミツバチを飼育するためのノウハウやニホンミツバチやスズメバチの生態を紹介しているので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画が参考になったという方は高評価もお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。